皆さんこんにちは、おふみです。今回はなんとあのズーシー様と素敵なコラボ、うるさい、行動がうるさい。今回はあのズーシー様と素敵なコラボをさせていただきました。ありがとうございます。もうこのパッケージが可愛いようなんで、今日ちょっとテンションがおかしいんですけれども、可愛さにもだえているということで見逃していただけたらなと思います。このファンデーションは私ブルーベースなんですけれども、肌が全然馴染んでくれる色で、今回は白目の方を使っていこうと思います。あー、もうパッケージが可愛くてもだえてます。あー、嬉しいよー。あ、すいません、ちょっと太ったなということを気にしてました。で、これはまずたっぷりめに3点置いて、余ったやつはダイレクトに、もう手の甲からダイレクトにいきます。めっちゃいい匂い。そう、めっちゃいい匂いなんですこれで、100均のファンデーションブラシなんですけど、これで伸ばしていきます。初めてファンデーションブラシ使いました。ちょっとすげえなんかおしゃれっぽいなー思って。なんか今日あれに似てない、あのトイストーリーに出てくる近所の悪いガキみたいな。笑うな、こっち見んな。なんで今日なんかこんな口でかいんやろ。続いてはパウダーなんですけれども、パフが柔らかいのにすごいしっかりしてて、粉もね肌なじみがすごい良くてトーンアップしっかりしてくれるので、今日は白目の方を使っていこうと思います。まず筆で適度に取ってから、肌にポンポコ、ポンポコではないな、さっさと置いていきます。さっさと、さっさとしたくせみたいな、すいません。次にパフでポンポコをしていきます。うん、これはポンポコという表現で合ってると思いました。ポンポコしてます。ちょっと崩れやすいとこは念入りに塗ってポンポコしていきます。何笑ってんねん。カラコンはハパクリスティンさんの使用させていただいています。続いてアイブロウペンシルに参ります。これもパッケージがめちゃくちゃ可愛くて高級感半端ない、めちゃくちゃテンション上がりました。でも1本目の色味はこんな感じです。すいません、なんかすごいね腕が焼けてるんで、ちょっとあの参考になりにくいかもしれないんですけど、このアッシュグレーという感じとブラウンが強いやつで、今回はアッシュ系の方で描いています。まず一直線に下書きしていきます。ちょっと釣り眉を意識しています。眉毛のポイントとしては、目尻の眉山を少し外側に作ることで小顔効果を狙っております。で、眉尻の方を少し濃いめに下書きしていきます。あらせらー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 、どどすこすこすこ、どどすこすこすこ、どどすこすこすこ、ラブ注入。あんまり気にしないでください。これ受け狙いとかでやってるんじゃなくて、発作的にこういうバカなことをしてしまう。ほな、さいなら。終わらん終わらんだな、何がさいならやねん。アイシャドウパレットなんですけど、見てこれすごくない？中に水が入っててね、それでキラキラも入ってて、こうやって動くので、じゃーん、中はこんな感じ、もう宝石箱やーって感じで、かわいい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 。でね、この茶色の方もね、結構普段使いできそうで、あー、もうかわいいね、宝石箱やー。各パレットの配置ごとに出してみました。あー、かわいいねーかわいいねー。まずは星のマークのついてる色を取っていきます。さっきのペンシルで描いていなかった眉頭部分を粉で足していきます。アイラインを引く線を粉で下書きしていきます。下書きなので思い切って釣り目に上げます。同系色で下まぶたラインを作っていきます。ポイントとしては、目尻側は幅広めに塗って、目尻になるにつれて線が細くなるイメージです。次に涙袋ラインを下書きしていきます。これもチャイボーグ特有の釣り目を意識して、目尻側に釣り上がってる感じで涙袋の影を作っていきます。さっきと同じ色です。歌舞伎役者みたいになりますけど、まあ見てくださいよ、見ててくださいよ。図である赤の線が本来の私の涙袋の線で、青の線が今描いた線の幅です。
次はいつもだったら筆コンシーラーを涙袋に塗るんですが、今回はせっかくなので図紙縛りでいこうと思うので、ファンデーションを涙袋に筆でのせていこうと思います。キュンキュンキュン。涙袋っていうか涙、無理やり涙袋を今ないとこに作ってる感じになるんですけど、アイブロウ用の筆でファンデーションをのせていきます。あーふぅ。こんな感じで黄色の部分をコンシーラーの代わりにファンデーションで今回は埋めていきます。いつもはねダイソーの100均のやつで埋めてるんですけど、こんな感じです。一気にね自然に涙袋がぷっくりして見えるので、これ今ぼかしてない状態です。で指でポンポコポンポコぼかした結果がこんな感じです。爆誕し始めましたね。こっからどんどんいきます。次はアイラインです。根系のアイライナーとブラウン、ブドウ色のアイライナーをいただきました。今回はこっち側使っていきます。一層入魂、ここからが大事。一度グッと下げてから跳ね上げて描いていきます。やりすぎた。いつものようにやりすぎてしまいました。皆さんはちょっとずつやってほしいです。なんか納得いってないようなんですけど、このままダブルラインも薄くアイライナーを引きながら調節していきます。頑張れ、俺は長男だ。長男じゃなきゃできなかった。うちは長女や。ちょっとわからないんですけど、こんな感じで二重の目頭側の二重幅もダブルラインをしっかり引いていきます。幅広平行二重のイメージです。好きなのは、はい、よいせひまわりの種、我も。ああ、ベイビーちゃんちゃんちゃんかパーナーちゃんかパーナー。ロックンロール。あかんねん、こうやってふざけてたらあかんねん。今日はちゃんとせなあかんねん。今日はちゃんとした投稿をせなあかんねん。それを肝に銘じて私は撮り始めたっていうことを絶対に忘れてはいけない。やめろ。戦うぞ。お前がその気なら戦うぞ。絶対に負けない。俺は長男だ。あ、長女。涙袋の線も外側だけに濃くしていきます。この時カーブをもうアイラインにつなげちゃうイメージで、でもあくまで一番涙袋の影で濃いのは目尻側の途中っていう感じです。さっきのアイブロウペンシルとは違う茶色の方の色味で、軽く目尻の途中側だけ涙袋の線を描いていきます。言葉だけで聞いてるとややこしいかなって思うんですけど、工程見てもらったりすると、あ、ここねみたいな感じでわかるかなと思うんですけども、ちょっとややこしいよね今言ってること。ごめんなさいね。足りひんかなって思ったけど、やりすぎよりはいい。うちは知ってる。うちはやりすぎは良くないって知ってる。とうの昔に覚えた。ちょっとオレンジ系の色味をとって涙袋の真ん中に当たる部分に軽く置いていきます。これはあのナチュラルメイクの時でもやってるんですけど、涙袋を完全に白にしちゃうんじゃなくて、ちょっとあのオレンジ系とかピンク系の色が入るとよりぷっくりして見えます。次はピンクを取りまして、目頭側の涙袋の影を描いていきます。おー、言えた。実はこれ私アテレコするの3回目でして、絶対噛んでたんですけど、今ちゃんと言えましたね。素晴らしい。今日は赤飯やな。あ、赤飯で噛んでもうた。次は茶色で二重幅の影をつけていきます。影はね、あの、よくメイク動画で言ってるように、線の上側につけると自然について見えます。で、目頭側の影も入れると、まぶたの脂肪が私、あの、重い時重いので、あの、むくみとかでね、そういう時もここに入れると、まぶたの脂肪薄く見えるような気がして入れてます。だからアニメとかでも結構ここに影入ってるイメージなんですけど、で、眉毛も今と同じ同系色の茶色で、ちょっとパウダーを意識してグラデーションにしていきます。で、黄色でこれね、眉頭をちょっと黄色でグラデーションしてます。これちょっと眉毛に黄色は初の試みなんですけど、なんとなく黄色はね、目頭にも持ってくると顔が華やかに見えるので。で、黒でこれちょっといらんかったかもしれないんですけど、若干目尻側の少しだけワンポイントだけね、黒でグラデーションしてみました。デビルマン。で、見て、ラメめっちゃ可愛くない？これ使っていくんですけれども、
あの発色もめちゃくちゃ良くて、意外と濃いかなって思ってもすっごい綺麗なグラデーションでついてくれるので、ほらキラキラ。これね、細筆もついあるのでこんなに綺麗やのに塗りやすくて、まず一番左の、ね、リキッドアイシャドウをまぶた全体に、あ、全体じゃないな、真ん中にとりあえず置いて指でポンポコ広げていきました。で、濃い茶色かなと思ったら全然そんなことなくて、すごい自然にキラキラしてくれるので、あ、普段使いもいけるぞと心の中で私はすごいガッツポーズをしました。で、目尻側をちょっと濃いめにしたかったので、あんまりぼかさず二重幅につけました。次はね、紺色のアイライナーで下まつげをね、ちょっと偽下まつげを増殖しています。これは下まつげはもう描いてなんぼと、目尻側の下まつげもともと薄くて、で描くようになったんですけど、どんどんね描く幅が広がって、なんじゃこれという感じで、口角は最初に使っていたブドウ色のアイライナーで描きました。リップもう発色がいい、もうとにかく発色がいいということで、しかもこれねマットなんですけど、私ね唇かなり荒れやすくて、マット今までちょっと避けてたんですけど、このマットなんと唇が荒れない、私のこの砂漠唇でも荒れないということでね、一番右をね今一旦内側だけに様子見で塗っていってます。この時 M 字リップを意識して塗ってから指でぼかしていきます。で、ぼかす時はあの全部にグワグワってぼかすんじゃなくて、内側が濃いくなるように意識したままポンポンポンと軽く小指で伸ばします。あんまり今回オーバーリップにはしてません。できたらこんな感じです。次はビューラーをしていきます。マスカラは今回3種類あって、まず一つ目がこのキラキラしたラメ付きのマスカラです。寒色系です。涙メイクとか流行ったから、その時にも使えると思う。で、これもラメ系で、こっちはねブラウン系の普段使いできやすいマスカラです。今回はこっち使っていきます。で、塗った感じは裏まつりこんな感じなんですけど、これでも十分めちゃくちゃ可愛い色味なんですけど、今回はねちょっとねまつりもはっきりさせたいなと思うようになったので、紺のアイライナーで上からあのなぞって色つけてあのいきます。マスカラの本当の色味とちょっと変わっちゃうんですけど、テンテレテン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 テレテン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 、私たちは一体何を見せられていたのでしょうか。はい、次はねいつものようにピンセットで下まつげを束ねていきます。これをすると結構下まつげの存在感が出るので、普段メイクの時も行ってます。で、隙間をアイライナーで埋めながら、これ黒目の上をねちょんちょんって幅を広げてあげると、このワンポイントがあるとクリリンって感じで黒目が大きく見えるので、はい、私はいつもこれもしてます。待って、今日天才的にメイクうまくいってんねんけど、めっちゃ可愛いんやけど、めっちゃ嬉しいんやけど、やったー、テンテテテンテンテテンテテン。続いてシェーディングをしていきます。ちょっと太めの筆を取って、これも筆とかも100均でほとんど揃えてるんですけど、まず鼻の先に V の字を入れます。で、ぼかすときは指でペペペってつまむ感じでぼかしていきます。どないしょ、眉毛がちょっとよろしくないよね。わかるよその気持ち。眉毛がお前なんか濃いぞみたいな、マスカラ塗ったら眉マスカラみたいな、ちょっと本来の使い方ではない。めっちゃいい、めっちゃいい。一本でも人参、二足でもサンダル、五足でもロケット、ドエも7歳8歳3万のしん、やば、めっちゃ美人、めっちゃ美人になった。今日だけ、今日だけちょっとうぬぼれさせて頼む。あのそう、コメントでな、喋り方ブスって言ってて、あのおっしゃる通りと思って、おっしゃる通り、あの喋ったらブスやけど、今日はちょっと黙ってたら可愛い方に入らんと、なんかうぬぼれって、うぬぼれ、今日だけ
今日だけお願い。ちょっとなんかメイクめっちゃうまく見てるような気がするね。黄色いいね。黄色いい仕事すんのよね。年末の動画でさ、今年買ってよかったコスメみたいな出そうかなって思うねんけどさ、黄色パウダーは絶対に入れると思う、忘れてなければ。そう、ワンポイントこのちょっとした黄色、あ、入れすぎた、やりすぎたかな。ちょっとテンション上がってきたら、めっちゃ集中してる時は喋らへんの、実はこんなんやけど、けどテンション上がってきたり、もう大丈夫かなっていうかなってきたら喋る。うわ、ちょっとでも黄色やりすぎたかな。ピンク出そうか。じゃあなあ、調子こいて喋るからこんなやりすぎんねん。また誰のことや思てんの。俺やで。黙るわ。と不快な思いにさせかねないみんなのことを、喋らん方が良かったかな。喋らん、ちょっと集中力切れてきたってことやな、多分喋るってことは。今日めっちゃいい感じ。お願いマッソー、めっちゃモテたい。お願いマッソー、めっちゃ痩せたい。イエース。大胸筋が歩いてる、見てなさい。サイサイサイドチェスト、あ、効果。サイドチェストは効果。二頭がすごいね、チョモランマ。ビューティーラボ。あの、自分の笑ってる顔があんま好きじゃなくてさ、ふって笑った後に自分の顔こうやってここにモニターあんねんけど、見るとうわってなっちゃう。だからすぐ割と笑った後に鏡見るとふんって戻ること多いんだよね。早く好きになりたいな、自分の笑ってる顔。置くぜ、ここ真ん中に置きたいな。やっべー、彼氏いない歴何年目に突入すんねやろ。マジやばい、多分一生独身な気がする。あ、でもこんなん言ったらあかんねん、言霊やから。やばー、バケモン可愛いで今日。よかった、メイクのスランプから脱出した。ちょっとね、スクールメイクあたりからスランプやったんや私。メイクのなんか、何どうやってもメイクが漏れへんかったんやけど、それは自分に合ったメイクをしてなかったっていうことなんかな。ハブヘイゲ、あ、これ筆じゃないんや。なんか透明の、あ、でも先端恐怖症の人いたらあれか。なんかね、透明の、あの、寄生獣の先っちょみたいな、なんて言ったらいいんやろ、透明のさ、あの、触手のタコの足の先みたいなっての筆じゃなくて、こうやって自信を持てるんだよね、女の子はね。メイクうまくいったりすると自信つくよね。どんだけ自分の顔が日頃嫌いでもさ、よかった今日このメイクして。すいません、急にベラベラ喋り出して。ちょっとね、メイクの調子がうまくいってたんで、すごいテンション上がって喋りながら説明してたんで、そのまま使いました。今目頭に黄色を置いてます。黄色を置くとね、かなり顔がパッと華やかになるのでおすすめです。次はハイライトなんですけど、もうパッケージからしてめちゃくちゃ可愛いんですけど、発色もすごい良くて、ゴールド系とシルバー系のラメのハイライトがあるんですけど、今回はゴールド系をまず最初塗っていきます。マジカルマジカル、クールクル。で、鼻と唇の上を少しと、で、そこから頬骨、あ、違う、顎、頬骨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 、眉間のとこ。色とりどりに竹内ダリダリの、すごいわっしょい、ピーパーピーパー。チークもね、すっごい可愛くて、これ私結構、あ、イエベさん向きかなとかって勝手に思っちゃったんですけど、ブルベの私にもめちゃくちゃ馴染む、めちゃくちゃ可愛く発色するんですよ。これジュワッと内側からオレンジ系のね、色がつきます。あら、どうしよう、やっべー、やりすぎた。うちはやりすぎは良くないって知ってる、とうの昔に覚えた。やっべー、やりすぎた。バカなんですかね、本当に。どうしよう、なんかいちごバナどころじゃない、いちごバナどころじゃない、これなんやろ、なトナカイみたいになった、赤鼻のトナカイみたいになったね。どうしよう、緩和緩和。中華メイクやったら下唇もうちょいぽってりでも可愛いのかな。
いやーん。そういう時あるよね。わかるよ。ちゃん見て見て、めっちゃ可愛くない？顔めっちゃ可愛い。なんかめっちゃ漏れたくない？うん、可愛い可愛い。あ、母ちゃん好き。メイク可愛い。あ、これ何可愛い箱よ。これあ、筋肉スーツ入ってたやつ、この間着てたやつ。そやで、うちも何かな思ってん、最初だから開けるまで。して感じにさしてもろてやな。父父仕事せ、出番やで。かわいい。最後加工しようかな思ったけど、無加工でも十分なんか漏れたぞ。今日宝島めっちゃかわいい。おいおい、背景取れんといて、もうちょっとやから。めっちゃいい。黒髪ロングめっちゃいいな。この格好で絶対こういう子が言わなさそうなことを言いたくなってしまうんですよね。黙っとけばいいもの、なんか前から言われてた。なんか学生の時から、あと黙っといたら美人で、黙っといたら付き合えるみたいな。喋ったろか思てどんどん喋ったろか思てな。バフン、金のうんこ装着、金のうんこ装着式。21歳。